皆さん、こんにちは。経営コンサルタントの中野です。今日も中野雄二の暗号資産投資教室を始めていきたいと思います草イン新聞高読視聴規約。ここでね、一旦この動画を止めていただきまして、ここに記載されている第1条から第7条を詳細にお読みください。いちごゆく 全て承諾できる方のみこの動画の続きを見ることができますどこか一箇所でもね承諾できないという方はこの動画を見ることができませんそれでは行きましょう LINE に登録して、えー、この動画の感想を送ってくださいね、えー、LINE グループに登録させていただきます皆さん待ってますよはい令和元年5月18日土曜日暗号資産草コイン 中野研究会今の時刻はね時分、夜のね、21時4分です。本当にね、忙しくてね、昨日の金曜日はね、もう一日中、外出てました。あのー、横浜からね、おじさんが来てね、えー、車でね、あのー、朝早くおじさん来てね、FX の、XM のね、パソコンの設定やってあげるっていう。 個人コンサルの約束してたんだけど、ちょっと忘れてたんだよね。でうっかり図に乗ってさ翌、前日の夜、えー、一般公開ライブやって2時までやってたから、に夜中朝,朝の2時までやったよね。そして、ね、寝ててか、そこは寝れないからさ、えー、YouTube 見たり、Amazon プライムビデオの映画見たりしてて、3時ぐらいになったんですよ、朝はね。 そしていつも5時半に起きてるから2時間半だけ寝てね、ねそこから朝食の支度をしたり、ね、いろいろやってたんですよね。えー、あとモーニング、サテジャーナル見たり、ね、やってて、えー、でね、一人だなくしてちょっとね、うたためしようかなと思ったらね、電話かかってきたんですよ、ね。松戸に着いたよって言って、は誰ですか何のことですかああ、そうだったーみたいなね。 これ、なんとかしないといけないね、これね。本当に毎日仕事がいっぱいいっぱいでもうきついです。ただ、日本全国ね、津々浦々、FX、XM のね、FX の講座解説とか、MT4 の設定とかね、わからない人は、日本全国津々浦々行きますからね。それと、あと、仮想通貨買いたいと、草コイン買いたいという方も、日本全国津々浦々行きます。その他 ICO でちょっと困ってるとかね。いろんな話も相談乗りますよ。どんどんね、お電話とか、LINE とか電子メールしてください。動画解説欄に書いてあります。でね、金曜日はね、朝 <laughs>。でね、横浜来た、横浜から来たおじさんがね、ちょっと重要なもの忘れちゃったんだよね。パソコンとか持ってきたんだけど、ちょっと Wi-Fi ルーターを忘れちゃってね、あの、なんか、ケーブルで接続するような Wi-Fi ルーターだったんですよね。 で僕もちょ,ちょうど持ってなくてねで、しょうがないから、じゃあ横浜戻,る戻りますかって言ってね、その車乗ってね、おいさんの家まで行ってね、横浜ね、それで朝からずっとね、夕方までやりました。XM はね、解説してね、承、え、認、ー、口座承認がね、降りてなかったんだけどあの、すぐ入金してやりたいってことだったんで、XM 解説してすぐね、まあ、3時前だったので、 えー、銀行、りそな銀行からね、お金振り込んだんだよね。してね、おじさんの名前がすごい長いから、ローマ字と、あと MT4 の番号を入れるんだけど、り、あ、ナ、のー、な銀行って22文字しか入れられないんですよ、振り込,み振り込み人名義がね。全部入れられなくて、電話したんだよね、XM にね。えー、東京03のなんとかなんとかって。そ、うん、したら、あの転送でね、えーと、海外にね、電話かかってね、 あの、日本人出てくれたんですけど、そし、そうしたならば、あの、とりあえずカタカナでね、カタカナで振り込んでくれと。そして余力があったら MT4 の番号も入れてくれと。言われたんですよ。それでカタカナだったらね、あの、MT4 の番号も入ったんだよね。だからそれで入金して、それで1時間後にまた電話してくれって言うんですよ。で、1時間経って電話したら、 えとカタカナの名前を教えてくださいって言われて言って、それで MT4 の番号入れましたかってあ入れましたっったら、番号を教えてくださいと。で、確認取れました、じゃ最後にね、メールアドレスを教えてくださいって言ったら、はい、OK ですとか言ってね、本当に5秒ぐらいでね、はい、OK ですって言ってカチャ、はい、反映させましたつっ,ってね、5秒ぐらいで、そこから5秒ぐらいでね、MT4 にね、お金がバーンと貼りましたよ。結構、おまあ、大きい金額入れたんですけどね。 であのウェブブラウザーの管理画面の方は相変わらずね承認、えー、承認待ちって書いてあったんだけど、一応お金はあの何十万ってね、えー、反映されてました。えー、よかったと思う。たぶ MTF、だから、口座はね、まだ承認されてないんだけど、トレードはできるんだね。それを初めて知りました。 はいそれで昨日夜遅く帰ってきてね、あの夜疲れちゃってね、動画も一本も出せませんでしたね、ライブもできませんでした。で、今日はね、朝からね、今日はね、っていうかもう5月の頭からずっと会社のね、決算処理やってんですよ。1年分のですね、売り上げとか、経費を全部、反町、会計ソフト反町にインプットしてたよね。すっごい、今年は大変。あの えー、細かいね、小口、小口現金がいっぱいあるからね、大変なんですよね。で、毎日忙しいですが、えー、だからね、全然ね、あの仮想通貨、仮想通貨の、ね、値段見てないんですよ。で、ちょっとこれ、動画作りながらね、見ようかなと思ってます。で、<laughs> 前回ね、ビットコイン90万円だったから、そろそろね、今日あったら120万円ぐらい超えてるかなと思って、楽しみにしてましたで。ちょっと見てみましょう。 そうだね。もう、来週の火曜でしょ来週の火曜だから、あの、ETF の承認がね、21日でしょで、18、19でしょだから20日か21だよね。20日か21。まあ、アメリカ時間で22日だね。日本時間で22日かもしんないけど、21日の、まあ、早朝かななっちゃうかもしれない。ね。22の早朝かもしんないしね。 まあ、こ辺だよね20か21か22だよね。はい。ということで、まああ、もうね、直前なんで多分ビットコインの価格180万ぐらいになってるかうーん、まあ僕だったら結構そのぐらいいっちゃってんじゃないかなって。それ真面目にね、今思ってますけど、どうでしょうか。ちょっと開いてみましょう。はい。まず財布からね、いこうか。財布ちゃんどうぞと。はい。ビットコインの価格。ええ なんか落ちてないかこれ。なんか落ちてないかこれ。1時間足。おい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 え、でこれ200万までいって落ちた。え ?91 万円からすっとんころりに落ちてるいい ?75 万まで落ちてで今ちょっと上がり出してんのか。80万 8000? なになんだとえ眠は眠。 ーね、もう一回下がったんだ。でもまた上がってきていい感じですね。モ <laughs> ナちゃんはモナちゃん下がったんだね。下がっちゃったんだね。モナちゃん下がっちゃったんだ。ビットコインキャッシュはお下がったんだね。あれ ?4 万5万円とかを言ってたよね。4万9000円からえ今3万9000円、ね、あれあれあれね どうしたのサリアムはサリアムいいわあ、26,050円。え、一旦3万いったんだこれ。3万いったんだこれね。3万いったのが2万6000あ、まあまあ、そこそこか。でも大丈夫か。え、ビットコインもークやめてみようか。あれ、どうしたの弱気になっちゃったのどうしてんのおかしいね。あれ押し目か。押し目ですね。 これね、びっくりしちゃったね。ビットコイン FX やってる人はね、あのここら辺、上の方で、えー、レバレッジ、えっ、ー、と、マックスレバリッジかけた人は、これ全部強制ロスカットされちゃって、大石発生するかもしれないね、これね。うん、まあだから、あれだよ、爆上げする寸前ですよ、こういうのね。仕掛け、仕掛けがあるわけです、仕掛けがね。で、実は2017年の時も、余裕でこんなの仕掛けがありまして、ね、何度も何度も。 ここもあったよね、ここ。ここはさ、えー、直前、爆上げ直前、これ、12月6日の直前に、えー、11月29日爆、爆下げあったでしょ。これはね、どのぐらい下げたかというと、えー、ヒゲだとここだよね。だから、130万円から、130万円から、一気に、100万円まで下がったんだね。だ30万下がったわけ。今回、30万下がってないでしょ。 で、あと、ここね、ここ、ヒゲがあるじゃん、ここに。このヒゲが、だから100万だよね、99万9000円だから、100万円から、一気に、えー、ここだから、60万まで下がったんだよね。100万から60万、半分、<laughs> これはビビるわ。これ、上って言ってさ、これ、ヒゲだけど、まあ、どのぐらいだったのかな。まあ、じゃあ、ここにしてみようか。87万。 87万か。87万円から60万まで下がったんだ。87万から60万って言ったら27万下がったんだよね。うん、だこういうね、脅しがあるからね。あと、ここもそうだよね。ここは、うーん、58万から31万まで下がった。<laughs> え、もう一回よ、51万から。え 56万か。56万から31万。これはきついね。25万下がった。だからね、あのー、こういう、あのこんなのビビ,、ね、ビビっちゃダメだよ。いちいちビビってたらダメだから。<laughs> こんなの余裕だから。どうせ上がるから。どうせ上がるから。こんなの余裕で騙されるって。ここでみんなでね、2017年の時も、もうダメだす。ビットコインもうダメだよって、こういうとこで、ね、あ、終わったさこれ下がるよっ,ってみんな言うんだよ。 そうすると分かるんだよね。これはあれで、して筋ですよ、して筋うん、して下じ <coughs>。して筋で、こんな、ああ、もう、損切りしようっ,つってさ、みんな損切りさせられるわけ。んで、これ下がったところで爆買いすると、大儲けできるじゃん、ヘッジファンドって。だから、そうやってるわけです。あと、FX、ビットコイン FX やってる人たちを、えー、全部壊滅させてね、お金をジャリーンってね、市場に放出させるわけだよね。それで余ったお金を、 まあ、いわゆるクジラうん。あの、ヘッジファンドクジラって言われてるからね。白長クジラがガサーンってチャリン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 って言ってね、スーパーマリオみたくですね。コインを全部持っていくわけですよね。お金をね。だからこんなの、全然わかこの余裕でこんなとこ、ここね、これで高値掴みしちゃってね、例えば90万円ぐらいで買ってて、なん買った瞬間に下がってんじゃねえかって、こんな当たり前の話でね。 こんなふうにいちいちビビってたらそんなあの投資の世界でやっていけないですよ。上がるんだと思ってないと。ただほらあの、投資は余剰資金でやんなくちゃいけないからね、あくまでもさ、その夏の夜店のさ、輪投げとかさ、UFO キャッチャーみたいな感じで100円ぐらいの感覚でやんなくちゃいけないから、こんな投資にね、100万も200万もね、えー、っていうかなくなっても別にさ、あのひとつ月 ね、あのちょ一月の、えー、小遣いが万あの500万とかね、1000万とか億、毎月の自分の小遣いが1億ぐらいあるんだったら、あ別に100万ぐらいいいや、別になくなったっていいやってほったらか、別にほったらかすじゃん、こんなんそういう人しか勝てないのよ、うん。そういう人が100万、別にこんなあ投資したとか,なんかあ忘れちゃったよ、100円玉どっかコロコロ,ロって言っちゃったよ、そんないらねえやつって、100万ぐらいいらないわけ。 だからほったらかしておけば、そのこんなどんどん上がっていくから、こんなの。もう何年待ったもビットコイン ETF って。ここだってさ、2017年の暮れだってビットコイン ETF 承認されるって言って上がって、で、されないって分かって下がっちゃっただけでしょ。で、この山は全部ビットコイン ETF が承認される期日なんですよ。で、これでカルロス・ゴーンさんとファーウェイの副会長が捕まって下がったんだけど、今回も、えー、ビットコイン ETF の承認期日が迫ってるから上がってるだけなんですよ。 で今回は承認されるらしいんですよね。まあ、それは分かんないけどね、最終的には。で、だからここまで。いや、ここは驚異的だよ、この上がりは。驚異的。もう本当嬉しくてしょうがない、僕は。で、これ承認されてみこれの勢いですよ。一晩で100万。これ、ぼっかーって240万絶対行くって。あー、250万、255万か。はい。まあ。 400万くらいいくんじゃないかな,これなみんな、我先と買うでしょこれうん。だから信じてない人もいるから、実際に承認されたっていうことを聞いてから買う人がほとんどだから、そうするともう400万くらいいるでしょ ?400 万ここだから、ああ、そしたら別にここら辺で買っても、 ここ,ら辺のここら辺で買ってもね池の、池の下で買っても、ここら辺で買っても、ここら辺で買っても、200万で買っても、300万で買っても、400万いくんだからみんなも重かっちゃうよ。ほっとけ、ほっとけばいいんじゃないですか、こんなの。うん。だから全財産ぶち込むとか、そういうのは良くないよ。全財産100億あるのか、500億あるのか知んないけどね。もし、全財産がね、500万とか、5000万しかないようだったら、 あまあそんな突っ込んじゃダメだよね。だから、その、ちょっとだけ、ちょっとだけ、全体のうちの100分の1ぐらいしか、とかね、貯金のね、ぐらいしか突っ込んじゃいけないと思いますよ。だ貯金が100万円しかないんだったら、1万円しか突っ込んじゃダメだと思います。だから、気になっちゃってしょうがないわけでしょ、この波形が。こんなの気にしてたら全部やられちゃうって、指定筋に。株もそうだし、あのび、ビ <laughs> ドル円の為替もそうですよ。為替も騙しの、 だましのオンパレードだから人をだましてねあの他人の金をかさらうような人たちばっかりと相手して戦わないといけないんだからだからそういうねあどい詐欺師の裏をつく黒詐欺にならないといけないわけですよ私たちは、うん、はいそいうことリップを見てるかなリップリップ,リップを見てるからリップルどうなったのかな だから投資初めての人が多いんじゃないいわゆるさ、その僕たちなんかはその出川組っていうでしょ、そのコインチェックが、コインチェックのロー <laughs> 直前にビットコイン買ったりしてね、うん、それでもうどんどん下がっちゃうのを経験してるだけだったと。で、最近になってね、あのビットコイン上がってるって話を聞いて、投資した人は令和組っていうんですよ、令和 <laughs> あの、言語が令和になったからね。 令和組っていうんですけど、令和組の人たちはさ、この損失、損が出ることを知らないからね。だから、これで下がるとビビっちゃうけどね。あ、リップラーだいぶ下がったね。52円までいって41円になったの。また30円台戻るね。リップル悪い癖出たぞ。悪い癖出たぞ。全戻しの。全戻しの悪い癖出たぞ、リップル <laughs> まあでも上がっていくんじゃないですかこれはリップルはまああの本当の悪い癖は全部ベタって全部戻しちゃうからねでもこう半分までしか戻してないから大丈夫だうん大丈夫でしたよねリップル悪い癖出たねでもねやっぱねビットコインキャッシュは大丈夫かまあだからちょっといろいろして筋が動いてるわけでしょこんなに上がったから急に上がったからね うん、で、ほら、これから上がるんだけど、できれば安いビットコインとか安いのを買いたいから、みんなどうにかしてさ、市場操作して安くさせるわけですよ。ほんで、みんなピリピリしてるからさ、ちょっとでも下がると売るわけ、損失出して出ても。うん。で、それでみんなやられるんですよ。まあ、でも、本当と、あの、本当にね、最悪、この、何がいいかわかんないから、 最悪このさ、バン、バン、エックバンの ETF が承認されなかった場合は、やっぱり落ちちゃう、誰だろ落ちちゃうわけよ。落ちていくと思いますよ、35万ぐらいにね。うん。だから、それだったってことで、やっぱり、どっかで損切りは入れといた方がいいよね。まあ、ほんで自動、で損切りが入んない、損切りがはい挿し根、ね、損切り挿しが入んないんだったら、これね。 えっと、入んねえな、これな。なポンコツだもんね。この、なんかトレーダー、トレードシステムが。ポンコツじゃん、これ。うん。だ全然ダメだから。もしね、皆さんの取引してる取引所の、このトレードシステムが、えぐり差し値とか買い差し値が入らないようでしたら、自分で決済するしかないから、まあ、どこ、まあ、利益残すのか、損切り残すのかわかんないですけど、まあ、 そうだな。70万円を下回ったら、60万円台に入ったら一回、一体損切りした方がいいよね。今回75万、74万いったのか。だから、ビットコインが70万円まで、70万のラインを超えて、69万円とかになったら一回損切りした方がいいね。どこまで落ちるかわかんないから。うん。まあ、そんなもんなんですよ。そんなもん。でも何回もあれば勝てるから。そんなもん、そんなもん全然余裕やから、こんな。 うん、はいはい。ということでね、120万ぐらい行ってくかなと思ったら、おいおいどうなって、まあでも80万円で乗せてるから全然いいんじゃないですか、これ。うん。全然余裕ですね。まああの、喧嘩と一緒では喧嘩と一緒で、えー、にらみ合いが続いてね、ビビって、ごめん、逃げ,ちゃ逃げ出した方が負けですから、喧嘩と一緒。 最後の最後まで、あの、ブラフの、ブラフの世界だから、あの、ポーカーと一緒ですよ。ポーカーと一緒。ブラフの世界だから。あどっちが負けるか騙し合いの世界ですからね。本当だよ。金、あの、株なんかもっとそうじゃない株、為替、先物。あ、だからチャートなんか見てるとやられちゃうから。精神やられるから、チャートなんか見てちゃダメですよ。ドーンと構えないと。うん。ドーンと構えて、 自分のね近未来を予想してそれに自分の人生を自分の小遣いをかけるって感じかなうんうんあれ、うんはい、だからここら辺でねビットスタンプがちょっと怪しいことしたんだよねきっとね だか,らだからビットコイン ETF 承認されないんでこんなことばっかりやってるからみんなね調子乗ってさビットコインが値段が上がってきたら自分だけいいと自分だけ儲けようと思ってねいろんなやつがさやるからさうーんだからじゃあ今回もやめようとかになっちゃうかもしれないねまたねそれも一つ考えながらまあどうせねどうせまたまた承認,承認期日が来るから その時また上がるから落ちてもうんだから一旦損切りしてまた35万円ぐらいで買うっていうのも一つだしねまあ下がんないかもしれないしだからよく分かんないですよねこの世界はだからあくまでも全部なくなっちゃってもいい,い,いえ余剰資金の中の余剰資金小遣いの中の小遣い1つきね小遣い5万円だったらその中のえ余剰資金だから5000円ぐらいしかやっちゃだめだよね普通の人はうん で僕とかさその、自営業っていうかい、自分で会社経営しててね、で株とか為替とかね、ずっとやってて、もう億万長者だと。もうお金がうぐなるらいあって、一生ね、一生、あの帝国ホテル、帝国ホテルしょぼいけど、一生リッツカールトンにね、住んでても、お金使いきれねえと。一生さ、あの、来る。 一生ね、豪華客船クルーザーに住んでる人いるじゃん20年間夫婦で住んでる人いるけどあれ1年間で1人5000万住んでね5000万 <laughs> 夫婦で1億すんだけどすんだけど200億とか500億持ってれば夫婦で2億でしょ1年でで毎日飯ついてるしさいろいろあるでしょだから2億で10年で20億しかかかんないもんね100年で200億しかかかんないじゃな だ一生あるわけ、一生分あるわけですよ、そういうお金持ちっていうのは。そういう人たちは別にこんなの、一千万だろうが一億だけのがかけて、全部なくなっちゃパーンってなくなっちゃってもいいわけ別に。ああ、なくなった、ああーんつって。UFO キャッチャー一回やってさ、ああ、いぐるみ取れなかった。ああ、一億なくなった。ああ、いいや知らねえや、そう。はい、遊びかーとかさ、飯食いに行こうみたいな。そのぐらいの金額かけないダメ。こんな、 チャート見てさ、一気一憂してねあ、どうしようどうしよう、損切りしようかないや、利益出たら利益確定しようかな、どうしようどうしようとか言ってるようだと、そのかける金額が大きすぎるんですよ、あなたにとって。うん。で欲望も出しすぎだよね。うんこ。ゆっくり、時間をかけてゆっくりゆっくり、わずかなお金、ゆっくりゆっくり大きくしていかないとね、あの、福利でね。あの一気に100万、1000万かけてね。 で、やるとすると全部なくなっちゃうから。最初のうちは何回かも、何回か全部パーンって消えてなくなりますよ。それで人間は成長していくわけだね。はい、それでは、えー、これなんか上がりそうだね。こ下がる気配ないし、下引きすごいな出してるから、上がるね。うん、仕掛けだったんだね、これね。ヘッジファハンドルね。それでは、そうだな、明日。まあ、明日、明後日には100万、120万ぐらい行くんじゃないの 明日日曜でしょあ、銀行やってねえのかじゃ月曜か最終日か最終日に100万、120万ぐらい,いくんじゃないのだってもう、もうあと日にちね、1日しかないからね。ということで楽しみですね。ではでは、えー、私はこれからね、えー、また会社の決算処理で <laughs> すごく忙しい日々を送ってますが、それが終わったらね、 仕事ですけども、北海道行って、その後沖縄行きます。それでね、今日ね、そういえばね、あの、夕飯会にね、まみまと言ったらね、行ってたら、電話かかってきたんですよ、大阪からね。また、FX、いや、XM の講座開設したいおじさんからね、その人2回目なんですけど、3日ぐらい前から電話かかってきたかな、1週間前かな、うーん。 で、スマホで免許証取ってね、送ったんだけどダメだ、つって、それ XM に直接送ってんじゃねえかって、免許証。いや、違うだろって、アップロード、パソコンに送れダメだろと。いうことでね、話、何度も話してんだけどね、意味が通じないんだよね。で、大阪来るときありますかって言われてね、ないよって答えたら、じゃあ、来る来たときはね、ちょっと手伝ってくださいって言われてね。 大阪もそっゅは近々行こうかなと思ってます6月の半ばぐらいねで誰かあの飲み会やろうと思いますので誰かね大阪梅田、えー、道頓堀道頓堀じゃない梅田淀、えー、橋淀谷橋辺りでね飲める人がいたら、えー、ぜひ飲み会に参加してくださいそれでは千葉県松戸市よりトム・クルーズが お伝えいたしました今日も頑張っていきましょう